はい、皆さんこんにちは、高幸です。今日も旭川の事件についてお話ししていきたいと思います。先日ですね、動画をアップさせていただいた、2月14日バレンタインデーに、レストランでですね、被害者少女と思われる女子が他のね女子、2人と一緒にいて、でお会計はね、その被害者少女と思われる子が払ったという動画をアップさせていただきました。でまずね、言っておきたいのは、レジをしてた方の証言で、ほくろに特徴があったということでね、でおりまして、私がそれを聞いた時にね、まあ、このことを言うとあの少女が疑われてしまうんではないかなっていうね懸念はあったんで、前もってね、この動画は犯人を断定するものではありません、いろんな方向でね、一つの証言としてお考えくださいとね、予測をしておいたんですが、私は動画自体でこの人だっていう断定はしておりませんので、その辺ね、お間違いのないようにしていただきたいと思います。で、そのね、お会計をしなかった別の二人は、加害者と決まったわけじゃないですよ。ただ被害者少女が失踪したにもかかわらず、友人か誰かわからないですけども別の人たちと一緒にいた可能性があるというねお話なんで、もしその2人の友人が判明するのであれば、その2人から話を聞ければですね、被害者少女がなんで失踪したのにそういった友人と食事をしたりしてたのか、でその後その被害者少女はどこへ行ったのかっていうね、また証言が得られるかもしれないじゃないですか。まあ、これをきっかけにしていろんなまた証言が出てきたりとか見えてくるものがあるかもしれませんので、私はねこういう動画を上げ続けているということでございます。動画をねアップさせていただいた後ね、またそのレジの方からね新たなね証言が得られました。レジをしていた店員がお会計をねした時に、私がね財布を持っていなかったんじゃないか、現金だけ持っていったんじゃないかっていうね、推測をしました。それでこの店員さんがね、思い出してくれたんですけども、確かにお会計をした人が財布を持っていなかったと思うと、1万円で支払いして先にお札のお釣りを渡した時ポケットにお金を入れて、最後の小銭を渡した時も同じポケットに入れていたそうです。その時財布を持っていなかったのかもしれません。以下のお役に立てればと思いメールさせていただきましたというね、ご連絡が届きました。その被害者と思われる少女はポケットの中から万札を1枚出し、お釣りをねお札で受け取ってポケットにしまいました。そして小銭も受け取ってポケットにしまいました。そしてレストランを後にして出て、でまあもう一人のまた別の店員さんに目撃されて、雪をかけられて大丈夫です美味しかったですって言って、そういった言葉を残して、またユニクロの方面へ、向かっていったというね、お話なんです。お金を払わなかった少女は誰か別として、被害者少女がね失踪後も誰かと一緒にいた、何日間か動いていた、そしてこの後ね私も何本か動画が上がると思いますけども、その失踪する時の被害者少女の証言からですね、その2月13日の時点では自らね命を絶とうとはしていなかった、どこかへ行こうとしてあのね自殺めいたメールを残して外に出たということがね今後つながってきます。先日のね動画の中で憶測はね悪いことじゃないとねお伝えしました。はい。で、まあ私、憶測っていう言葉を使ったんですけども、私がね、こういった動画を上げてるのは、すいません、憶測ではなくて推測の方ですね。憶測っていうのは、証拠や証言もなく、単なる想像でですね、物事を発言すること。
で、推測というのは何か証言や証拠に基づきこうじゃないかというね、推理をすることを推測と言います。ですので、こういった推測は必要です。こういったね、推測も何もなければ、被害者少女は警察の当初のね、発表の通り、マスコミやね、新聞社の発表の通り、いじめを原因にね、自殺しました。はい、それで終わりです。で、終わってしまうんですよね。私がね、こういった動画をいろいろアップさせていただいているのは、いろんな方面の方々にいろんな方向で考えていただき、新たなね、何か発見があるかもしれない。今までね、出てきていない証拠が出てくるかもしれないということで、可能性を求めて動画を作成し、調査させていただいております。被害者少女のね、画像をね、お母様がね、できる限り使用は控えてくださいとね、公開されましたので、私もサムネイルなどのね、被害者少女の映像を使ったものをね、順番にね、削除したり、編集したりね、させていただいております。まあ、ただね、そんな中、一部の人たちの中で、遺族がね、写真を控えてほしいと言っていることを盾にね、そんな YouTuber やね、配信者、活動家に向かってね、脅迫まがいなことをしてね、動画を消せとか、チャンネルを消せとか、これはね、おかしいと思いますよ。そういったね、被害者少女の写真っていうのは、お母さんが発表して、自主的にね、我々配信者が消したりね、編集するものであって、何でもないね、他人から動画消せよとか、チャンネル消せよとか、強要とかね、されることではないと思いますので、そういうことをね、している人たちは、そういった行動、ご遺族が望んでいるんでしょうか。ご遺族は写真を使ってる人たちがいるとして、その人たちを脅迫したり、恐喝したりするようなことを望んでいるんでしょうか。なんかね、最近ね、この旭川の事件のね、界隈がね、とんでもない方向にね、向かっているような気がします。犯罪者のようなね、人たちがたくさんね入ってきておりますね。私もね、あまりにね、ちょっとその辺の脅迫とかね、強要のようなことがね、私の方の DM にも多いので、法的なね、対応も準備しております。警察の方にもね、相談済みで、いつでもね、刑事民事ともにね、訴えられる準備をしております。そういったね、犯罪者アカウントのね、情報開示にはお金がかかるし、裁判するのにもお金がかかるから、そんなことしないだろうってね、思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、私 YouTube がこれが本業ではないので、情報開示してね、訴えられる費用は十分すぎるほど持っておりますし、弁護士保険の方もね、この YouTube をやり始める時から加入しておりますので、脅迫、恐喝をね、するような輩をね、訴える費用なんて弁護士保険の中でね、十分賄えますのでね、犯罪者一味、覚悟しておいてくださいね。 ではね、旭川の事件、我々はね、被害者少女のために動いてるんです。他の誰のためでもありません。言論の自由のもとに、自分のね、得が行くまで、被害者少女のね、無念が晴れるまで活動するのみです。ではまたお会いしましょう。じゃあね。高行き追跡クラブチャンネル。